おはようございます。今日もあれ、目が覚めない。目が覚めないな。ちょっとね、覚めないですね。これは目が、ああ覚めた。あーか、なんか雷が落ちてるのか。ちょっとスナップショットなんでね、ちょっと重いですけども、早く 1.1 も来ないかな。結構な面白い。あ、11日目の朝です。おはようございます。スナップショットを見る限りかなり 1.1 も面白い要素増えてますね。 1.13 の新要素もまだ楽しんではないんだけどね。海にね、結構いろいろあるんですよね。なんか亀の甲羅装備とかもあるんでしょ。詳しく知らないけど。あ、消えた。ちょっと天井も広げて、まあ家ですからね。あのね、家の天井が低いとランタン吊るした時にちょろっとなんか狭さを感じることに気づいたんですよ。向こうのね、あの砂漠の家がね、天井3マスだったでしょ。3マスのところから1マスランタンを吊るすと結構狭く、お、洞窟。これは便利。徒歩1分、1分ないな。洞窟、ちょっと待って、まずモンスターが入ってこないように狭くして、でここにドアをつけて、これ降りれねえな、これこれ違うな。ドアの位置もっと手前だな。こうだな。よしよしよし。だからドアはここ、ドアここで、こんな感じかな。なんか BGM できえな。よし。これでモンスターも入ってこれない。いいんじゃないかしら。うち便利。でも山を突き抜けてトンネルを作ろうと思ってたんだけど、洞窟に行っちゃう感じなんだね、これね。あ、いや。これは地上に繋がってるぞ。これ地上に繋がってるね。繋がってない、これ。あれ？繋がってない。行き止まりだな。あら、そう？反対側はなんかちょっと明るくなってたから、向こうに行くと外なのかな？こっち明るいの？あ、外だ。あー、洞窟まだあるな。あ、でもいいとこじゃない、これ。いいとこ。鉱石探すのにちょうどいい。ちょっとなんかいろいろあるな。しかし、まず家から近い方から。おっ！待って。お、びっくりした。いや、爆発してもらっても構わんのけど。いて、構わんのだけど。今僕松明置かなかった。今なんか間違ったかな。鉄発見、いいよ。鉄発見、さらに下につながる洞窟も発見。いいですね。ゾンビからはゾンビ肉が出るので、村に行け、流れてく。あ、洞窟結構奥まで下、おお、ちょっと待って、下までつながってますね、洞窟が。いいんじゃない？これ村に行けば、この腐った肉も換金してもらえるから、結構な収入になるんじゃない？あ、待って、鉄吹き飛んだぞ。鉄が吹き飛んだな。もったいねえな。よし。あら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 、待って。鉄ピッコーがない。鉄ピッコー取りに行こう。上か、これ。上だな。ここでクリーパー爆発したから、これへこんでる。やべ！いや、オッケー。ちょ、待って。多いな、これクリーパー。え、いっぱいいる。暗い。
すげえいっぱいいるな。まず家の位置が分かんないようにならないようにしないといけないようになるんですけど、ここまた爆発しててどっち行ったらいいか分かんねえな、これ。多分ここ上だな。この、今ピッケルがないんだよ。ここ上だ、これ多分。こっちが家。これ自宅。ここです。はい。あれ？あれ？あれ？自宅どこだ、これ。え？ああ、これか。わかりづらー。え、家わかんねえよ、これ。どうしよう。なんか、ちょっと周り装飾して、ここが家ですって分かるようにしないといけないな、これは。装飾、旗立てるか、旗。旗置いてきたな、これ。旗が置いてきた。そして、羊毛が一個もない。ということは、今から洞窟に入っていっても羊毛は絶対手に入れないので、洞窟に入る必要はない、これは。これ外だ。外を探索しないといけない。こんなことやってる場合じゃない。ハサミも持って、ハサミ、あれ？ハサミ置いてきた、これ。ハサミ持ってたよね。あったあったあった。置いてきてない。で、焼き鮭は食べて、で、鉄ピッケルを作って、これで OK。おっと。棒がない。よしよしよし。行こう。おお何？あ、人参欲しいの？あ、どうぞ。びっくりした。人参持ってるからね。そうよね。食べたいもんね。食べたでしょ？食べたで、なんでこっち向いてんの？食べたでしょ、人参。まだ欲しいの？人参さん欲しいのね。とりあえず、わかった。この山を越えると迷子になるので、山を越えずにトンネルをさらに掘っていこう、これ。こっち側に。そしたら、自宅まで、戻ってこれる。これ一回山越えちゃうと多分ね、家の場所わかんなくなるんですよ。こう、崖の手前側になんかちょっと、掘った穴がただの掘った穴が家になってるから。これね、絶対迷ったらいけないから。じゃあ、この辺をこう、横に掘っていって、開通したところが、あ、牛がいるんじゃないこれ。牛の鳴き声が。開通したところから中心に、探索を続けていくと。出ないの？これ結構地下なの？これもしかして。もうちょっと上に掘ってみよう。あ、空が一瞬見えた気がする。おい、開いた。これ洞窟だな。え？あ、こんな低かったの？うち。え？うちの高度が思ったより低い。GPS。GPS によると、ブロック72。結構高度高いんだけどな。マジか。とりあえず、これはまずいですね、これ。これは、家の場所が絶対わからなくなりますね。ちょっと伐採しましょう、伐採。あ、豚さんいる。ちょっと待ってね、この辺開墾するんで。おお、ちょっ、待って、あれ、ここどこ、いた、これが家だな、これが家。やべえ、これこの辺ちょっと広くしないと絶対家に帰れなくなる。
豚も牛もいるけど羊がいない。あ、豚さん2人いらっしゃる。あ、3人いらっしゃる。豚さんちょっと、豚さんちょっと増やしとこうか。はい、仲良くなーり。仲良くおなり。まあ最初は話し飼いでいいでしょうね。牧場なんて作んなくても。まあ、作る余裕がない。洞窟多いな、ここ。この山。高度高いから山だはずなんだけど。結構洞窟がある。しかし暗いなぁ。これ木が多いからか。木が、いや、夜なの？早くない？一日早すぎないこれ。え、もう夜？うわ、夜だ。マジで？あれ、コマンドの力でもう、一日伸ばすか？一日20分だと思ってたら40分でした、みたいな感じで。あー、でもあれ、モッドが必要だ。モッドがないとダメだ。コマンドだけじゃできない。時間をずらすのは。いや、多分できなくはないんだけど。できなくはないんだけどね。しかしながら、どこにも羊がいない。羊、あー、鳥がいるのはありがたい。鳥は囲いたいですね。なんか豚よりも少ないっぽいの。あ、いいですね。これ卵ですよ。卵持てない。そして種もない。どうしよう、これ。なんかこういうトラップドアとかいらないの、捨てちゃう。種がないな。種持ってくるか。ああ、あと、そう、今松明がない。これ良くない。松明がないと周りのね、巻き潰しができないから良くないですね。家どこだ、これ。これが家だ。あ、これ家だ。これ家、絶対わかんねえ。これ一回帰ろう。帰って、で、とりあえずなんかあれだ、チェストを作って、木材置き場とかを作ろう。なんかインベントリが狭いな。インベントリ狭いぞ。なんだこれ、超狭いぞ。あれ、こんな置き方できたの？いや、間違いなんだけど。そうだよ。これ、かまどは半透明ブロックじゃないから、開けらんないんだよね、これ、チェストね。どうしようかな。じゃ、かまどの、いや、こうだね。こうだね。こう、うお、あ、ぶっくりした。落ちるかと思った。ここに、こう、下に足場を作って、ここにチェストプラス、家狭えな。家狭くねえか、これ。ここにチェストで、下に石、上に木を。置きましょう。石と木だけここに集めよう。よいしょよいしょ。鉄も下でいいか。で、さっき、凝った木がまだ散らばってるから、取りに行こう。
通路。もっと開放感のあるところで活動したいものでございます。あ、この辺はでもハスクじゃなくてゾンビだね。いって、あー、スケルトンいるじゃん。ちょ、待って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 。あ、でも、ハスク、あ、あんま痛くない。鉄装備してっからね。多いな、敵。当たんね。当たんね。あと、ピレッチャーがいないから。あれ、ご飯がない。ご飯がないぞ。おや、なんでご飯閉まってしまったんだ。これ死んでしまいますよ。今、クリーパーいなかったかこれ。この辺は活動拠点になるので、クリーパーに爆発していただきたくない。多いなぁ。多いな。とりあえず明るくしよう。もうちょいね。もうちょいどうでもいいところなら爆発してもいい。この辺はね、爆発されると歩きづらくなっちゃうからね。で、危ない。死ぬんじゃないかこれ。死ぬよな。ここに。あ、羊いた、羊。羊がいたぞ、今。隠れて。羊だ。よしよしよし。とりあえず、毛いただきます。毛いただきます。これ。ありがとうございます。ありがとうございます。羊さん。もうちょっと欲しいです。お友達はいらっしゃいませんか？お友達。お友達いらっしゃいませんかね、羊さん。もう一方。いや、もう二方ぐらいご紹介いただけるとありがたいんですけども。多くない？クリーパー。どうしよう。なんか水でも汲んどいて、クリーパーが来たっていう時に水だわーってやって爆発しても、水の中だから爆発広がらないぜみたいな、そういうやつでいいかな。バケツ置いてきたな、でも。羊さんちょっと歩きにくそうですね、これね。ちょっとご飯食べやすいように、ちょっと広げておきますか、これ。ね、草が食べやすいようにね。でもこれ山だな、これ。切りないな、これ山崩すの。どうぞ、あちらにご飯がございますので。あ、こちらにご飯もございますので。どうぞどうぞ。来ないな。まあ何にしろ。何にしろ歩きやすくはなってきているので、あとはクリーパーだけだ。問題は。問題はクリーパーなんだよな。あいつどうしたらいいんだ。まだいるよね。あ、どっか行った？一匹しかいない。一匹ならいけるでしょ。爆発する前に。はい。あ、この距離爆発するの君。あ、そう。神経過敏だと思うんですけどもね。ちょっと君、あ、後ろ後ろ後ろっすか？え、いた？タッグ組んでさ、人のことをそうやって爆発しようとして、また泳がなくちゃいけないじゃん。これ泳いでったら家どこなんだろう。これ早いとこコンパス作んねえとな。コンパスというか、まあ、地図ね。地図、コンパスじゃ家の方向はわからない。地図、ああ、もう寝る時間、え、水中で寝るのこれ。水中で寝る。家の方向わかんなくなんねえかな、これ。とりあえず、寝るか。まあ、立ち泳ぎで寝ますわ、じゃあ。これ。やだな。おやすみなさい。じゃあねー。